はい、どうもケイジです、今回もドラゴンクエスト10やっていきたいと思います。で、今回からバージョン 3.3 のストーリーですね。で、メインストーリーとなります。で、闇の領界に行くというお話ストーリーに入っていくんですけども、まあその前に炎の領界の、ナドラガ教団 の、 あの大神殿、まあ、エジャルナにあるナドラガ教団の大神殿の2階に今います。で、というのが、まあ、これまでのお話、前回前々回クリアした、氷雪と恵みの彼方へのお話なんですけども、こちらの方がこのようになってます。闇の領界の調査に向かっていたトビアスが、聖都エジャルナにあるナドラガ大神殿に戻ってきたようだ。状況を確認するため、神殿の自室にいるエステラに話を聞こうということで、まあ、エステラに話を聞く。エステラの部屋あそこなんですけども、まあ、ここ大神殿の2階なので、話を聞くんですけど、ここはオルストフ様の、大主教様の部屋ですね。で、この人がピンク色なので、サナヒさん、ピンク色なんで、サナヒさんにまず話を聞きます。総主教オルストフ様は闇の領界の確認報告を終えて受けて一人で考え事をしたいとのことです。エステラ様も報告を聞いた後、何やら思い詰めた顔をしてご自分のお部屋へと戻られて、思い詰めた顔をして、エステラ様に何があったのか尋ねましたが、答えてはいただけず、でもあなたになら話してくださるのでは。よし、じゃあちょっと行ってみよう。心配、エステラが心配です。はい、あ、刑事さん、トビアスたち先行調査隊が闇の領界から戻ったとの報告がありました。はい、トビアスの報告によれば、闇の領界の人々は毒と病に苦しんでいるとのこと。はあ、私の故郷であるマティルの村のことを思い出します。なるほどね、きっと辛い日々を送っているのでしょう。急ぎ闇の領界へ出発したいところですが、オルストフ様から刑事さんに会いに来ていただきたいとご伝言が。私はここで待っていますので、出発なさる前にオルストフ様のお部屋をお尋ねください。はい、今持っているぬいぐるみを、はい、ぬいぐるみ持ってねえよ。じゃあオルストフ様のところに行ってみよう。刑事さん、わざわざお呼び立てして申し訳ない。お待ちしておりましたよ。ようやくトビアスが闇の領界の調査から帰還いたしましてな。はい、トビアスからの報告によれば、闇の領界は深き闇に閉ざされ、至るところから毒が吹き出す恐ろしい世界。そのため闇の領界の民は皆毒と病に苦しんでいるそうなのです。エステラの故郷と同じように。なるほど。調査結果をもとに、トビアスには闇の領界の毒を打ち消すことのできる新しい解毒剤の開発を急がせている。我が教団の研究部門が総力を挙げて取り組んでいるのだが、完成の見込みは今のところ立っていない。解毒剤がなければ、これ以上闇の領界の調査を進めることもかなわん。ほとほど困り果てているのだ。この通りのありさまなんですが、闇の領界のことで刑事さんにはどうしても伝えておかなければならない情報があるのです。はい、あなたがお探しのご友人の中に行方不明の女性がいたはずでしたな。マイユとフーラ、調査中凶悪な魔物に襲われた教団の者たちを、赤い肌の異種族の女性、あ、マイユじゃねえ、助けてくれたという報告を受けたのだ。オーガは肌赤いからね。
その女性は魔物たちを倒すとすぐにいずこかへと立ち去ってしまったとか、魔物たちを倒すぐらいだからやっぱ眉毛でしょう。もしも その女性があなたがお探しのご友人なのだとしたら急ぎお伝えせねばと思いましてな。あ、なるほど、あざす。その赤い肌の女性は行方知れずだそうですが、闇の領界へ向かえば何か手がかりがつかめるかもしれません。もし危険を承知でご友人のため闇の領界へ旅立たれるのなら、我々に代わって調査を進めていただけないでしょうか。教団としてもあなたに頼るしかないのです。ケイさん、どうか闇の領界へ行ってはいただけませんか。はい、行きます。おう、行っていただけますか。感謝します。ならばエステラを補佐につけましょう。きっとあなたのお役に立つでしょう。解放者殿、頼みましたぞ。闇の領界への道は氷床の政党の南東円盤の遺跡にある。解放者様、あなたならばきっと次なる救いへの道を見つけてくださるはず、信じておりますぞ。円盤の遺跡どこだっけ。イザナイの間から行くか。違った。これまでのお話で、お、新しいのができてる。闇を抱く月光の楽園のお話。氷床の政党の南東にある円盤の遺跡から旅立とう。円盤の遺跡ね。はいはい、よし。じゃあエステラにはもう会わなくていいのかな。もう一回、いや、エステラ一緒に行くんだっけ。エステラを補佐につけましょうとか言ってたね、さっき。あ、刑事さん、オロストフ様の話はいかがでしたか。まあ、あなたのお友達のマユさんが闇の領界にいるかもしれないと。はい、ならば刑事さんも急いで闇の領界へ向かうべきかと思います。マユさんの無事を祈りましょう。なんか人事じゃねえか。補佐についてくれるん、補佐についてくれるんじゃねえのかよ。じゃあ、イザナイの間、イザナイの間ね。入り口じゃなくて逆だ。氷床の政党の向こうの円盤の遺跡だからね、こっちに行かなきゃ。同じ円盤は円盤でもこっちの方の円盤だね。こっちは炎と氷がつながってる円盤だからね、こっちだ。氷床の政党前に行きます。氷と闇がつながってる方の円盤は政党の方にあるので、はい、うう、ここだ。解放者様、お待たせいたしました。オルフソフ様より許可がありました、おりましたので、どうぞご通行ください。闇の領界は常に闇に覆われた光の乏しい世界。どうぞお気をつけていってらっしゃいませ。うん、苦しゅうない。苦しゅうない。
こいつはもしかして戦う？嘘でしょ。移りゆく季節の中、瞳を閉じて君を思う。やっと気づけたんだ、ただそばにいたい、それだけのことに。なんだよ。幾千幾万の夜を越え、やっとお前に会えたな、刑事。ん？誰？この瞬間をずっと待っていた。さあ今こそ何時に問おう。もしお前が心から信じるものが取り返しのつかない過ちを犯したとき、お前はそのものを信じ続けることができるか。心から信じるものがって言ってるからね。信じるよ。はい。お前が信じるは世界が決めた正義ではなく、自分自身が信じた人そのものか。それもまた一つの真実だろう。うん。さてゲージよ、何時だけに伝えておきたいことがある。女神ルティアナはこの世に光をもたらした。されどどこにも闇がないならば、光は光とは呼ばれない。まあ、それは道理だよ。それと同じく、どこにも光がないならば、闇は闇とは呼ばれない。うん。されど次なる領海は闇の領海。暗き闇に覆われたその世界が何故闇と呼ばれるのか、その身をもって知るがいい。旅立つ君の背中追いかけたいけど追いかけられなかったよ。そんな僕の弱さ許してほしい。歌にする必要あんの？おお。なになに、戦うんだっけ？もうパチャッ、あ、名前、いや今のは何も聞いてないことに。俺も何も言ってないし、皆さんも何も聞いてない。はい、戦わないのか。あ、闇に来たわ。闇の世界だ。なんか一瞬水の中って思うじゃないですか。こうなんかこう深海魚みたいなのが泳いでるみたいな感じするでしょ。でも違うんですよ。これ深海魚みたいなのがあの空空間を飛んでるだけなんです。空間を飛んでるだけなんですよね、ゆらゆらと。はい、飛んでる、浮いてる、わかんないですけど。地図はこのようになってますので、今左下の円盤の遺跡から出たとこなので、右上のカーラモーラ村に向かいます。これ倒したことあるかな。ある。王者の人玉、どっかで見たことあるね。あ、お宝探し。お、素材があったのか。あった。綺麗は綺麗だね。わあ綺麗綺麗綺麗ね。なんかモノクロの花火みたいな感じだけど綺麗。誰かいる。びっくりした。アピアン。うん。どうして塔があんなところに。塔？ああ、ほんと。え、上から突き刺す。え、上下逆？解放者様、あなたもあの塔をご覧になりましたか？空から逆さに生えているだなんて。あ、やっぱり逆さ。はい、構造や見た目からすると次の領海へ通じる塔に間違いないでしょうが、一体どうやって入ったらいいのか。すでに我が教団の者たちが調査に向かいましたが、未だ入り口すら見つけられないようです。
バーサー、あ、違う、バーサーカーじゃなかった、首狩り族か。むっちゃ逃げてる。挙動不審だ。向こうの空間まで吹っ飛んだ。氷の領海ではアクセサリーをもらったり、宝箱の中からね出てきたりとかしたから、あ、でもあれは聖塔の中だっけ、あ、こっちじゃない、こっちか。闇の領海ではどのようなものが、あ、小さなメダル3枚、嬉しい。探し、お宝がある、宝箱ある。こっちは素材か、素材だ、星のかけら、君の塔、この霧が立ち込めてるみたいな。あ、方角的にあれが、そうだね、方角的にあれがカーラモーラ村かな。小さなメダル3枚、嬉しい。あ、小さなメダルで思い出した、世界の方まだあるよね、あるね、あと41枚、全然あるわ。素材もこの下、あ、ここか、はい、ナドラダイト鉱石、あ、ブーストをかけられるのか、ここいいね。違う、あ、カンダタみたいなやつがいる、デスストーカー、ストーカーじゃねえか。マッスルポーズやめろ。はい、オッケー。倒れ方面白い。うう、そうか、至る所から毒が噴き出して、
浮き出してるみたいなこと言ってたね。これデスなんだっけ？デスゴーンか。あった。ロイヤルチャンプ。あ、闇の了解だからね。ロイヤルチャンプなんだね。闇ダメージ 20% 減。氷ダメージ 20% 減。闇の了解でもやっぱアクセサリーとか宝箱からアクセサリーとか出るんだな。嬉しいね。うん、今素材の場所出てなかったらもう一回お宝探し使っておこう。一応そこにも素材あるけど、素材の星が出てなかったもんね、さっき。昆布大将、なんでこういうところに昆布が。うわ、そう、当たった。3匹も出てきた。あ、今回のサポート仲間さん、は、前回から続けて、まあ続けてじゃないんですけど、録画しているので、続けてじゃない、続けて、うん、まあ時間は経ってるんですけど、前回の録画で、同じ日、当日なんですけど、なので、サポート仲間さんは前回と同じです。マーリー、小田さん、賢者、刑事、兄、僧侶、刑事、旅芸人となっております。みんな体勢、守備力が ガン落ち2段階落ちてる。はい、緑の錬金石。あ、錬金石とかも出るのか。上にあるわ、宝箱。こっちか。これウドラーかな、普通の。あ、普通のウドラーだ。え、毒にかかった。あ、そっか。ナイトメアリーフ。これ確か素材高く、今はどうかわかんない。値下がりしてんのかな。地形ダメージを受けるのか。じゃあトラマナミストで。はい、OK、これで大丈夫、大丈夫だね。 このなんか胞子が出てるところのところにいたら毒受けるってことね。こういうところとかね。ここは楽園への扉と書いてますが、まだ行けない人多分。
岸壁に古びた扉がある。だが扉には鍵がかかっているようだということで、まだ行けない。お、ムービーか、こんなところで。私のことは置いていって、あなただけ早く村へ。僕は問題ない。治療が必要なのあなただ。くごめんなさい。あなたを助けるつもりが逆に迷惑を。刑事さん？本当に刑事さんなの？でもよかった、刑事さん。この子、安全な村の中へお願い。ああ。息はある。まだ間に合うはずだ。ケイジ、初めて見る顔だ。君も竜族ではないのか。はい、魚です。君のことは後回しだお前言い方後回しで、なんかこう本当、はい二の次みたいに言うの。この人の知り合いなら手を貸して。はいはい。うふ、この近くで猛毒の胞子を浴びたんだ。放っておけばこの人は直に死ぬ。でも月の光さえ浴びれば問題ない。手伝って村の中へ運ぶんだ。月の光。刑事は見知らぬ少年と共に意識を失ったマユを村の中へ運んだ。おい、サジェ。また黙って村の外へ行ってたな。兄さんの言うことは聞けないのか。さあ、家へ戻るんだ。僕とあなたは赤の他人だ。指図しないでくれ、バジュ。兄さんって言ったぞ、でも。なんだと？人が心配して行ってやってるのに。そういう言い方、お前。しかもそのおかしな連中はなんだ？竜族じゃないようだが。一体どっから連れてきた？お、エステラ。カイラム村長、村中に重病人がいるのにどうして私たちの治療を拒むのです？お願いします、どうか協力させてください。治療など必要ない。エステラ殿と申したか。あなたの好意は受け取っておこう。だがこの闇の領海には月がある。月？異世界の空に浮かぶというあの月ですか？それが闇の領海に存在していると。ナドラゲ教団だかなんだか知らないが、よそ者は黙っていてもらおうか。
ここにはここのやり方があるんだ。お前このバジュてめえこの野郎。そんなことを言ってる間に病に伏せる村の皆さんにもしものことがあったら、刑事さん、あなたも到着していたんですね。ご無事で安心しました。まあ、お連れの方は一体どうなさったのです？この方がマユさん、やはり闇の領界にいらしたんですね。ですが一体何が？僕をかばったんだ。一人で遺跡の調査をしていたら、突然すぐそばで猛毒の胞子が浮き出した。このまま死ぬんだろうと覚悟した時、突然この人が現れて僕をかばって、そうか、お前責任を感じてそのマイユっていう一族の女を村まで連れてきたのか。事情は分かった。そういうことなら上月の間に寝かせておけ。月の光さえ浴びれば問題なかろう。よし、俺がこの女を運んでいこう。行くぞサジェ。上月の間、月の光、このカーラモーラ村は一体。待ってください、その方をどこへ連れていくのですか。刑事さん、マユさんが心配です。私たちも上月の間とやらへ向かいましょう。復活場所の変更ね。はい、ここに変えます。リルハ、あなたサゼと一緒に倒れた女の人を運んできた旅人だったわね。ここはカーラモーラ村、村の中は安全よ。お連れの方なら上月の間にいるはずよ。ここから坂を登っていったところに扉が見えるでしょ。坂を登っていったところに扉が、ああ、あそこにあるわ。あ、その前にルーラストーン登録しよう。マイユとかエステラのことより旅の、あ、まずルーラストーンね。あ、そして宝箱があるわ。妖精の霊薬か、全ての毒を打ち消す清らかなる光かの月こそがナドラガ神のご慈悲です。感謝の祈りを捧げていきなさい。さて、はい、ルラスト、よし。シスター、空を岩に覆われ閉ざされたこの領海ですが、不思議なことに村の外ではルーラストーンが使えるのですよ。とはいえかつてはあちこちにあった村も滅び、残ったのはこのカーラモーラ村だけ。我らに移動すべき先などありませんが、じゃあ上月の間に向かいます。うん、まあいいか、向かうか先に。ミシルベ、なんで毒で倒れた人を見ても誰も騒がないのかって。そりゃいつものことだからさ。あ、なるほど、そういう了解なのか。この辺りは毒の胞子を持った食物やら毒沼やらがいっぱいあるからな。普通に暮らしてりゃみんな毒を浴びる。嫌だな、普通に暮らしててみんな毒を浴びるって、はい、もし死にそうなほど苦しかったら上月の間に駆け込めばいい。月さえあれば何も心配はないんだ。
ここは村長の家、こっちだな。はい、こっち何もないのかな。何もなさそう。ここは上月の間、カーラモーラ村の聖地ゆえ、本来ならばよそ者を入れるわけにはいかん。じゃがお前のことはサジェからも聞いておる。あの傷ついた娘はお前の知り合いなのだな。よかろう、入るがよい。時期月が昇る、あの子もすぐに元気になるじゃろう。どういうこと。おい、よそ者のくせに勝手に上月の間に入ってくるなよ。さっさと出ていくんだ、この野郎。バージュ、ちょっとこっち来いお前、ほんとに。ちょっとこっち来いお前、ほんと。待ってよ、バージュ。刑事はあの人が心配で来たんだ。さあ、こっちへ来て。この野郎。バージュ、てめえ、この野郎。瀕死のワイユさんをただ寝かせておくだけだなんて、どうか私たちに治療させてください。村のしきたりだとはお聞きしましたが、これではあまりにも。案ずることはない、エステラ殿。闇の領界では毒の治療など不要なのだ。ほれ、今月が現れる。眩しいな。ありがたい。体の痛みが引いてきた。マジ？よしよし、体の毒は消えてきたぞ。あともう少しだ。いつもながらお月様、様々だな。お月様、様々。マジで？みるみる皆さんがお元気に。本当にこの月の光には癒しの力があるというの。おいサジェ、この女だけ毒は抜けないぞ。竜族以外にも月の光は効くのか。少しずつだけど息が落ち着いてきている。強い毒の直撃を受けたから時間がかかってるだけだろう。うわ、何？こっちが聞きたいわ。こっちが聞きたいわ。はあ、かっか、月の光は今宵限りだ。え？わっ、あっ、オルフェアのボスみたい。なんだあの化け物は。
月は落ちた。二度と光を放たぬよう破壊してやったぞ。貴様らに救いなどないのだ。毒に苦しみながら死んでいくがいい。はあ、かっか。ああ、月が。嘘だろ、こんなこと、こんな。月が落ちた。月が魔物に落とされた。おしまいだ。月がなければこの闇の領界で誰一人として生き延びることはできん。俺の体の毒はもう消えないのか。この耐え難い痛みに死ぬまで苦しめられるしかないのか。月の光が失われるなんて、このままでは村は全滅だわ。皆さんどうか落ち着いて。私が教団本部へ連絡し救援を呼びます。それまで安静にしてお待ちください。いくら手当てをしようが、闇の領界の毒は日々我らを蝕む。それを癒せるのは月の光ただ一つ。ここにいる病人を治療したところで一時しのぎにしかならん。みんなの浴びた毒は軽いものだ。でもこの人はひどい毒に蝕まれてる。急いで月の光を浴びなければ確実に死ぬ。月だけが闇の領界を救えるなら、落ちた月をまた浮かべればいい。おいサジェ、お前いきなり何を言い出すんだ。闇の領界、その頂には楽園あり。彼方より照らす月の光は全てを癒す。昔からの言い伝えだ。けれど月は魔物に襲われ、月の光は失われてしまった、うん、それなら月を探し出し空へ戻すことができれば元通り光を放つはずだ。月を探し出し、この女の人も村のみんなの治るかもしれないんだ。楽園行こう。月を元通りにする方法を僕たちの手で探すんだ。月が失われた今、村の外に出て毒に蝕まれれば助かる術はなきに等しい。しかも先ほどの魔物がまたいつ現れるかもわからんのだぞ。そうだ、お前みたいなチビに何ができる。お前にも何ができんだよ。そんな一族の女は放っておけよ。うちでおとなしくしているんだ。君、この女の人の友達なんでしょう。それにさっき魔物が出た時も冷静だった。まあ大人だからね、大人だから。お願いだ、僕と一緒に楽園行ってくれ。危険な旅になる。君にしか頼めないんだ。任せろ。助かるよ。君の協力があればきっと村のみんなを助けることができる。それじゃあ行こう、刑事。サジェ、どうしても楽園を目指すというのか。楽園への入り口は村から西、西の岩穴の奥にある。そこで落ち合おう、刑事。刑事さん、
まゆさんのことは私にお任せを。刑事さんたちがお戻りになるまで精一杯看病いたします。ここ闇の領海は未だ教団の調査が及ばぬ地、中でも各所に湧き出す毒は厄介です。それに先ほどの魔物の件もあります。村のため旅立つあなたを引き止めることはできませんが、もしものことがあっては。いいえ、解放者たる刑事さんを信じて待たねばなりませんね。どうかくれぐれもお気をつけて。あの少年と刑事さんの行く道になどらがしんのご加護がありますように。はい、ということで仮想影の谷、影の谷は違うわ。楽園への扉、あそこに行くんじゃないのかな、多分。どこに行くんだろう。楽園への扉の前でサジェと、あそこだね。はい、よし、じゃあ行くか。ここドルボード、まあ、ここ村の中だもんね。乗れないよね。ん？村長の家の中にピンク色の人がいる。村長かな。村長。闇の領海の頂には月が輝く楽園があり、彼方より照らす月の光が全てを癒す。昔からそう言い伝えられておる。サジが向かった楽園への入り口は村から西の岩穴にあるぞ。じゃがあの扉は。刑事とやら、サジを追っていくのなら伝えておくれ。楽園に足を踏み入れてはならぬとな。お、カーラ・モーランの伝承という本。悪魔により楽園を追放されし後、我らがこそはこの地の底にて月の光が照らすその場所を見つけた。この地の底？失われし楽園の輝きを思い起こさせるその地の周囲に父祖たちは村を築き寄り添って暮らし始めたという。この伝承に現れる楽園とは悩みも苦しみもない明るい世界とされている。つまりは死者の国を示すものである。なるほどね、そういうこと。天国ってことか。あ、村長の家にも何もなかったのかな。お宝探ししようか。ある、預かり所のとこに。おい、なんだよさっきの騒ぎは。は？嘘だろ。月が落ちただなんて悪い冗談やめてくれ。月の光があったからこそこんな毒まみれの土地でも暮らしてこれた。それなのに月がなくなったら何なんだよ。どうしてこんなことになるんだよ、クソ。いや、俺に毒を吐かれても。あの上にあるわ。のび。なあ、月が落ちたってのは本当か？俺はまだ毒を癒してもらってないんだよ。村に医者はいないのにどうすりゃいいんだ。子供がまずいじゃん。びっけん。あとは、あ、そうか、仮装もあるからね、これ。うわ、下には結構あるな。下に行ってみよう。下にまだなんかストーリー的には下に行く感じじゃないけど、行っていいのかな。下に行ってみようか。ケイド。おい、あんた、すごい大声が聞こえてきたけど、上月の間で一体何があったんだ。
月が魔物に落とされた。それじゃあ明日から俺たちは何を頼りに生きていけばいいんだ。ね、ね、ねとしか言いよう、何も言いようがないわ。そんなこと言われたって。お、ドンモグーラ。ドンモグーラは 2枚目だな。確か預かり所に1枚預けてるわ。されてる。上月の間があるとはいえ、日々毒を浴びているようなものだから、闇の領界の民で天寿を全うするものは少ない。長生きしない。この家も昔は別の家族が暮らしてたんだが、いろいろあってね。空き家になったところを譲ってもらったんだ。なるほどね。デリダの日記。父さんと母さんが生きていたらバカなことをするなと止めるだろうけれど、私はサジェの研究を手伝ってあげた。サジェ、さっきの研究を手伝ってあげたい。あの子が目を輝かせているのは楽園の伝説を調べている時だけ。それに私はもうすぐ馬獣のもとへ嫁ぐ。馬獣ってさっきのおいよそ者みたいに言ってた。そうなったら弟のためだけに生きるわけにはいかない。だからせめてそれまでの間は弟サゼのお姉ちゃんの日記かな。毒にやられたなら上月のまで治るけど、お腹が空くのはどうにもならないの。今日は岩ごけの煮付けにしようかしら。鉱石。影の谷。そこから村の外へ出ると影の谷っていう場所に続いてるで。だが今は村長命令立ち入り禁止だ。何せ影の谷では何人もの村人が命を落としてるからな。あんたも近づかない方がいいぜ。なるほど。小さなメダル3枚。お、バジュじゃん。おい、よそ者。この野郎、バジュてめえ、この野郎。どこのトカゲの骨だか知らない。馬の骨みたいにと言うんじゃねえよ。どこのトカゲの骨だか知らないが、こうなった以上、サジェをちゃんと護衛しろよ。俺の弟分に怪我でもさせたら承知しないぞ。分かったらさっさと出発するんだ。楽園でもどこでも行ってこい。この野郎、この野郎、どうかして、どうか、ちょっと本当、かかってこい、かかってこい、この野郎。サジェね、私と同い年なの。一人ぼっちでね、物知りでね、偉いの。でもいつも寂しそうなの。だからお兄ちゃんがね、サジェもうちで一緒に住もうって言ったんだけど、サジェ来てくれないの。家庭の事情は人それぞれあるよね。こっちから上がるとどこに上がるのかな。こっちから上がるとどこだ。あ、ちょうどいいじゃん。さっきサジェがひどく厳しい表情で西の岩穴にある楽園の家の扉へ向かうと言って村から出て行ったわ。何があったのかしら。え、悪い冗談はやめてちょうだい。月が落ちるなんてありえないわ。だって月がなかったら私たちは生きていけないのよ。そんなことあるはずないわ。まあそう言われても落ちたんだもんよ。はい、ということで今55分ですね。まあ、今回の動画はここまでにしておきましょう。で、カーラモーラ村のストーリー、ほぼストーリーだけでしたけども、闇の領界に入って。
というところになります。で次回はじゃあサジが、今言ってるので、楽園の扉の前に、サジとお茶をということでこれをやっていきたいと思います。はい、ということでお楽しみにしていただければと思います。では今回はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それと応援の高評価のクリックよろしくお願いいたします。それとツイッターのリンクが動画の概要欄に貼ってますのでよろしければフォローしていただければと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。